はい、皆さんこんにちは、モロトフです。ファーゼストフロンティア、続きをねやっていきましょうか。現在ね、人口は193人ですね。そして37年目の冬の終わりということで、38年目にねなろうとしておりますね。丸太は1000個以上かで、薪は55、ちょっとね足りないかもしれない。そして板がね88で、石が9個ですね。やはり石がね慢性的な不足になっておりますよね。さあ、コメントでね、いくつかあったことをやっていこうかなと思います。まずはじめにこちらですね。永遠とね、この赤いマークが出ているんですけども、これはね、どうやらね、こちらの罠をね、減らすことで、この赤いマークは消えるんじゃないのということですね。これで一回置いておけばいいのかな。ただちょっと心配なのは、もう一回戻すとね、4に変わるんですけど、罠の数ですね。2にしたと思ったけど、こう開くと4に変わるんだよな。だからこれちょっとね、バグのようですね。このままにしておきましょうか。支障はね、ないと思うんですよね。なぜならば、ちゃんとね、お肉は取れているんですね。ちなみに向こう側見ていきましょうか。こちらも同じような症状になってまして、当然ですけども、2にしたところでもう一回ね、戻してしまうと4になってるんだよね。ただお肉はね、取れているということだから、まあこれでいいでしょう。そして燻製場がね、食料難ということで足りないんじゃないのかということですね。燻製場ですけど3つあるのかな。ここに1つ、そしてここに1つ、そして奥に1つですね。もう1個追加するとプラスですね、あとこれ移動させておいた方がいいかもしれない。今後ね、住宅が来るからということですね。多分なんだけど入り口かな。そしてもう1個、これは向こうにもね、狩り場があるから向こう側にね持っていこうかな。こっち側に持ってってもいいんだけど、ちょっと遠すぎるから、どうだろうか。この隣にね、置いておきましょうか。住宅をね、避けるといったことですね。で、もう一つね、置いていきたいんですけど、置く場所としては、海側がいいのかなと思います。なぜならば、釣り場がね、いっぱいあるからですね。ここがいいんじゃないでしょうか。コツンとやっておきましょう。あともう一つね、扉の前に、櫓がないよっていう場所があるみたいですね。どこかというと、ここら辺はね、問題なくあるんだけど、ここなんだよな。確かに、両サイドの櫓の射程がね、扉を入ってないということで、これはまずいよね。だったらば、もうここら辺のね、住宅をどかすぐらいしかないのかなと思いますんで、これをね、どかしていきましょうか。一応大きい住宅じゃないよということですね。多分なんだけど、こっちにね、持ってきて、ここが空いた状態で二つの櫓をね、持ってくるということでいいんではないでしょうか。あとは最終場、前回2つありますけども、ちゃんと設定していこうかな。特に春ですのでね。どこに1つやるかというと、ここがやっぱりいいでしょうね。資源が豊富です。あと向こう側、新しいね、最終場がありますので、確かこれかな。これもこっち側で、柳をね、取ってほしいんだよな。あとハーブも取ってほしいので、一旦ここにしておきましょうか。そうすると商人が来たと、石が欲しいですね。見ていきましょうか。残念ながら石はないよと。我々が売れるもの、お、やったね。これ服が大量に売れますよ。売っておきましょうか。ね、よしよし、現金全部吸い取る感じですね。よいしょと、吸い取りましたと。そしたらば、まだね、売れる服たくさんあるんだよな。なんか買ってった方がいいのか、それともね、お金貯めておいた方がいいのかといったところだな。まあ、小麦粉もね、たくさんあるし、キンキンでね、何か買うべきかというと、そうでもなさそうだな。このままにしておきましょうか。ひょっとしたらね、もう少しで、あ、来るね、トレーダーが来るのでということで、ちょっと早送りして、もう一機ね、トレーダーを呼び込んでおきましょう。はい、来ました。それではトレーダー2をね、今度は見ていきましょうか。我々売れるものとしてはビールか。ちょっとビールこっち持ってきてもいいのかもしれない。現金がね、少し欲しいですね。あとは、おー、これすごい。板金鎧だって、これ強そうだね。あと大型武器。これめちゃくちゃトレーダーに効くんじゃないでしょうか。ただね、今のタイミングかなというと、あとね、価格も高いしね、ちょっと違いそう。それよりかは鉄を買う？いや、でも鉄さ、我々作れるんだよね。どうなってるんだろう？一応ね、メラメラしてますね。あ、あと二人追加させておきましょうか。一応ね、こちら石炭もたくさんあるから、鉄をね、ぜひね、作ってほしいですよね。鉄を作ってね、ということだと、ここなんだよな。一応6人ね、働いてるからね、大丈夫でしょう。ちょっとここはね、お金ためにね、
専念しておきましょうか。さすればね、もう一機ぐらいトレーダー来てほしいですけどね、まだちょっと来なさそうかな。食料なんだ。ね、ゼロになってます。これやばいね。まあ、今後ね、こういうことが起きてしまうので、我々としてはね、小麦農場をね、もう少し追加していきましょうか。その方がね、良さそうですよね。さあ、柵ですよね。サクッと作っていきたいです。ここかな？ここを伸ばしてって、前回作るこの場所だな。ここまで伸ばしていきましょうか。これでいいのかな？よいしょと、こんな感じかな。あとは内側にある柵ですね。この建設は削っていきましょう。一気にね、潰していこうかなと思います。こんな感じかな？よいしょと。はい、一気にやりましたよ。そしたらばね、丸太がたくさん取れましたということですね。これもそうかな？これだけなぜか残っちゃってるけど、はい、ということで、これ全部解体かな。そしたらば農場指定をサクッとしていきましょう。3つぐらいあればいいんじゃないの？例のごとくですね。まずはこんな感じで1つかな。よいしょと。で、もう1つもここからですね。こんな感じでよいしょと。で、残りですけど、同じくここからね、こんな感じですね。よいしょと置いておきましょう。さあ、これで一気にね、農場6つですね。いい感じがしますよ。よしよしよし。あとは、掘ったて小屋ってどうなってるんだろう。前回ね、ここに作りたいよね、ということで、指示はしているんだけど、できてないですね。これこそ優先することによって、石がね、取れるんだよな。あとは、この金ですよね、取れるのは。金の人数は2人にしておこうかな。このままですね。なぜならば、今ね、村人なんですけど、見ていくと、労働者、ブラブラしている人がね、極端に少ない状況になってますね。ちょっと建設者をね、4名ほどに絞っておきますか。そうすると、ブラブラしている人が2人になるんですよね。多分ね、20人以上ね、ブラブラしている人は、このね、サイズでは必要だよというコメントがありました。20人なかなか貯めるの大変だけど、ちょっとね、ブラブラしてる人をね、意識しておきましょうか。あとは、こちら市場ですけども、ビールがね、こっちに来たので売っておこうか。いや、安いな。今ビールはね、売り時じゃなかったんですよね。まあ、しょうがないか。一方で買いたいものっていうのもちょっとね、引き続き我慢しておきましょう。さあ、そしたらば、住民がね、脱水症状を起こしているぞ。そして村人が卒業した。あとそうだ、忘れちゃいけないのは粘土ですね。粘土ね、共有倉庫に戻しておこうかなと思います。こちらもね、コメントであったんですけど、と思ったら8人ね、来ますよ。よし、全部受け入れときましょうか。まだまだね、キャパとしてはあります。これでブラブラしてる人ね、増えたんだと思いますね。粘土はね、コメントであったんですけど、ここにね、いくつかね、粘土のね、資源場所はあるんですけど、消費がね、すごい激しいんだって。だからね、粘土はね、後々必ずね、なくなるよということで、売らない方がいいよということですね。ありがとうございます。粘土がそこまで貴重だとは思わなかったよね。そしてレンガですけども、今144か。逆にレンガたくさんあるということだ。さあ、トレーダーいい加減来てほしいですね。何が欲しいかって、石がね、欲しいですよね。さあ、村人もほんとたくさん増えましたね。そしてこちらが空いたので、これを利用しておきましょうか。まずこれかな？これが重要だと思うんだ。これをこっちにね、持っていきましょう。こんな感じでコツンと置いておきます。もう一つね、持っていっちゃおうか。こっちにもう一つあるんですけど、ここにね、わざわざ来ることはあんまりないと思うんで、これもね、移動させて窓なりにね、置いておきましょうか。これはこの場所でいいと思うんだ。あとはね、余裕ができてきたら、ここら辺、ちょっと山頂ですよね。ここにもね、矢倉を置いてもいいかもしれないけど、コメントでこちらもあったんだけど、矢倉をね、今度壊されないかということで、矢倉をね、囲む壁が必要なんじゃないのという話ですね。なかなか奥が深いよね。まあ、さすがにそこまで必要なのか。まあ、このね、木の矢倉だと速攻でね、やられちゃうかもしれないけど、石の矢倉だったらそこまでね、耐久値は弱くはないんじゃないのかなと思いますね。一人死亡しました。見ていこうか。監視塔ですけども、HP はね、1000ですね。一方壁はというと2200か。やはり壁よりはね、脆いぞということになるのか。なるほど。なかなか厳しいね。あと畑がなかなかできないね。で、人口が増えたことによって食料がね、あっという間になくなっちゃうという状況か。厳しいね。最終所ですけども、柳はまだ取っていないと。多分ハーブとか取っちゃったんだろうな。最悪、ウェイク、ヘーゼルナッツとかあるんだけど、これらね、ベリー含めて取ってもいいんだけど、すぐね、腐ってしまうという欠点もね、あるんですね。
さあ、もう一回トレーダー見ていきましょうか。なんかね、こっちに持ってこれないかなと、ちょっと模索しております。陶器がね、少し持ってけそうですので、こっちにね、やっておきましょうか。よいしょっと。あとはというと、毛皮ですね。ただ、毛皮をね、売るよりも、毛皮を加工した靴とかね、もしくはね、服だよね。これを売った方が絶対単価はね、高いので、ちょっとやめておきましょうか。靴がね、あんまり作られてない。まあ、ちょうどいいといえばちょうどいいんだけどね。確かここら辺で作っているんだと思う。靴屋さん、これですね。二人体制で作っていてちょうどいいということなんでしょうかね。あと服屋さんは確かこれかな？四人体制ですね。これで結構作れてるよということか。靴をね、増やしたいならば、靴屋さんを増やすんだけど、まあそこまではいらないかもしれないな。なんかさ、ヤグラこれよりもここにワンセット全部置いとくっていう方がいいのかな。まあでもここら辺から攻撃されたら嫌だもんね。置いておきましょうか。ちょっと住居のねスペースがねなくなってきたなという感じがしております。さあそれ以外ですけども、我々ね住居を置く場所としてはここがねふさわしいんだよな。ただ一方でこれレンガ作りの貯蔵庫ですね。これを移動させておかなきゃいけないのか。ここちょうどはまるからここに置いておこうか。さすがにレイダーもね食料までは取らないんだと思うんですよ。サクッとねこれ移動してくれるんだったらすぐね一つね住居建てられますもんね。現在はね2000人の人口となっております。まあトレーダーは今年はね2人だけということかな。ちょっとしょっぱいね。あとはブラブラしてる人ですけども何人ぐらいいるんでしょうか。見ていこうか。8人か。まあまあほどいいんじゃないでしょうかね。さあそしたらばこの貯蔵庫をね解体してくれたので、すかさず住居ですね置いておきましょうか。2つぐらい置ければいいんだけど、さすがに無理か。どっち側に持ってく？寄せてく側としてはこっちかな。ね、こんな感じにしておきましょう。住居はサクッとね丸太で立つっていうところがいいですね。さあ食料厳しくなってきました。農場もねいまいちスムーズにできていないということですが、まあねなんとかやりくりできるんではないでしょうか。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.